増田成功は宮城県仙台市出身の自転車競技選手。東京五輪代表。2002年東北学院高校卒業。大学はかねてから興味のあった航空宇宙のことを学ぶために日本大学にした。入学後に自転車以外に何か熱くなることをやりたいと鳥人間コンテスト出場を目的としていたサークルに加入。 そのトレーニングとして実家にあった自転車を引っ張り出して、自転車に乗り始めた。ロングライドやヒルクライムなどのレースに出場しているうちに、自分は自転車が好きだということに気づき、やはり自転車の道で生きていきたいと思ったが、アマチュアの大会で結果が出せずプロチームからは、声がかからなかった。2005年のジャパンカップオープンレースで2位に入り、栗村治に声をかけてもらい、 自転車人生が始まった。2011年シーズンのブリッツェン加入は、前年に選手生命が危ぶまれる大怪我で入院している病院で、当時のブリッツェン、栗村治監督より勧誘された。怪我をする前は、海外で戦いたいという思いもあったが、海外で無理するのでなく、一からレースをという気持ちで加入を決めた。2013年シーズンでは、 海外チームに移籍したが、当時は欧州の自転車界でドーピングスキャンダルが起きた。失望感が大きく引退も考えたが、栗村治へ相談したのをきっかけに、クリーンな日本でもう一度走ってみよう、ブリッツェンに戻って走ってみたいと決意した。2017年4月にバセド病の罹患が判明、病名発表時に神が与えた試練と語った。その後の雑誌インタビューでは、 この試練を自転車選手としてだけでなく、一人の人間として成長につなげていけたらと思っていると語った。ベスト体重は6 2ラムぐらいだが、バセドウ病は病性が進むと、新陳代謝が活発になるので一時58分キログラムまで低下し、治療の結果6 3ラムまで戻った。チームの全面的なサポートのもと、9月にレース復帰した。2018年、 チームのキャプテンに就任。国内や海外で経験を積んできて、選手として成熟していると感じていたのでキャプテンをやってもいいという準備はできていた。先頭に立ってチームを引っ張るのではなく、ベテランから中堅、若手がいるチーム内で、誰でも自由に議論のできる後方法で船の舵取りのような役割ができればと考えている。全日本選手権で優勝することを、 毎年一番の目標としている。2020年10月12日スペインで行われた国際レースに出場。20位に入り、東京五輪代表選考ランキングで中根江藤を交わし2位以内を確定させた。11月4日には日本自転車競技連盟が増田選手の五輪代表内定を発表。日本大学理工学部航空宇宙工学科時代。 人力飛行機のパイロットとして2005年に飛行距離、滞空時間の日本記録を樹立。また同行在籍中にチーム宮田と契約を結んで自転車選手としての活動も行っていた。大学卒業後、自転車選手としての活動に専念。 2005年、2008年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年。ありがとうございます。